矢上健太は、日本の男性キックボクサー。神奈川鎌倉市出身。レジェンド、横浜所属。J、ネットワークフェザー級王者。レブルズ、マサイフェザー級王者。WPMF 日本フェザー級王者の三冠王。ノーガードのトリックスターの名の通り、多彩な技と抜群の身体能力、反射神経、反応速度、動体視力を武器とする。 2006年12月10日、J ネットワーク J ファイト13にて、プロデビュー。2014年8月17日、J ネットワーク J キック2014、ザ・サイン・オブ・ブレイブ・ハートサードにて行われた J ネットワーク・フェザー級タイトルマッチで当時絶対王者、と目された、小山康明に挑戦。右へ左へ構えをスイッチするトリッキーな動きで、正当派の大山の持ち味を消し、 三から零の判定勝ちで王座獲得。2015年7月20日、NJKF2015 号スにて、当時の WBC 無敵対、日本王者のササラアユミ、ササラジムと対戦。ノーガードの変則的な動きで攻撃をかわしながら、ササラの顔面を的確に捉え、三から零の判定勝ちで王者対決を制した。2016年4月3日、 レブルズ42にて行われた WPMF 日本フェザー級王座決定戦にて当時レブルズまさにフェザー級王者の清川祐也と対戦サウスポースタイルから繰り出す清川の左ミドルを持ち前の反応速度で対処しパンチで有効打に差をつけ3から0の判定勝ちで王座獲得現役2冠王となった2017年2月23日 j キック2 0 1 7 j ネットワーク 20th Anniversary First にて行われた j ネットワークフェザー級タイトルマッチで宮崎勇気の王座挑戦を受けた。卓越したディフェンステクニックと的確なカウンターで宮崎の連打を封じ試合校舎ぶりを発揮3から0の判定勝ちで初防衛に成功。2017年4月16日 レブルズ5にて行われたレブルズ。マサイフェザー級王座決定戦で、イノベーションフェザー級王者等俯官主、桜木隆弘と対戦。前蹴りとバックスピンキックで桜木のリズムを乱し、ローキックで有効打を印象づけ、2から1の判定勝ちで王座獲得。メジャー団体の三冠王となった。腕を下げた状態で構え、ブロックガードをしない、 ノーガードの型破りなスタイルで相手を翻弄する。持ち前の身体能力、反射神経、反応速度、動体視力を駆使して、スウェーバック、ラッキング、ウィービング等を瞬時に行い、的確なカウンターを繰り出す。構えが決まっておらず、場面場面で右へ左へ構えをスイッチする。多彩な技を持ち非常にトリッキーなため、特に、小山康明、清川裕也、笹原歩美、 桜木隆弘等の正統派スタイルの選手との対戦では相手の持ち味を消し試合の主導権を握る。師匠がいないため練習法、減量法、ファイトスタイル等すべて自己流。自身を指導するトレーナーがいないリングがない等の環境の中でメジャーキックボクシング団体のタイトルを3つ獲得した非常に稀な選手。普段は練習をせず 試合が決まらない限りは、ロードワーク、サンドバック、ミッド打ち等の通常の選手が行っている、トレーニングをしていない。試合前でもサンドバックを使った練習は一切しない、筋力トレーニングは機材を使わず、週2回の自重を使ったトレーニングのみと、練習量は少ない。ドラゴンクエスト序局で入場し、トップロープを飛び越えて、リングインするのが恒例。ありがとうございます。